うん、ブレイクとか言うんです。実力ないみたいな、その言い方だったら。実力ありますよ。だから、うん、これぐらいですか。ワイルドスギちゃんぐらいの実力もあるじゃないですか。いや、これなんて言ったらいいんだよ。まあ、2位ぐらいになれる実力が当然持ちいいの。すごいことだ。そうですよ。本当だ、僕らは本当みんな尊敬してますけど、ね、結構、最下ソロの活動も結構されてますね。あ、ヒルナンデス、カシーゴマン、はい、サーカスサーカス、などなど。渡部だよ。全部渡部だよ。はぁじゃねえ、渡部のこれレギュラーじゃねえかよ、これ。渡部さんも忙しいですよね、あの人ね。いや、あいつは忙しいよ。ちょっと渡部もちょっと気になるけど、最近、寺門呪文そうだな、職かかって、うん、全然どう思います。いや、あいつはやっぱ努力して、ええ、だからこの道で行こうってこう決めて努力して、ええ、でちゃんとその道で仕事が来てるんだよ、ええっていう意味ではすごいなと思う。すごいですよね、あの人は。うん、だから小島さんって努力しないですもんね。するわ。いや、僕までやるよ。普通に条件派じゃない。努力しないですよねって言われたら怒るだろ。いや、天才派ですよ。天才派ではないから俺。あ、違いますか。努力、努力派で。どういうことでしょ。そうだよ、試行錯誤して。なんか、なんだろう、小島さんって何が面白いんですかねって考えるんですよ、たまに。本当に答え出た後で。答えがね、出ないんですよ。何なのそれ、どういうことなんだ。面白くないとこ。違う違う、面白くない人は出れないから。笑ってんじゃねえ。面白くないとこが面白いのかなと思ってるんですよ。あー、そういうの演じてるとこね。うん、天然だと思うんですけど、小島さんは。いやいや、天然じゃないと思うけど。どう、小島さん魅力教えてくれよ。なんだろうな、うん、でもあれですよね、あんまり距離さえ詰めなきゃ嫌われないですよね。人力車のメンバーから嫌われてるじゃないですか。嫌われてねえよ、言い切るんじゃないよ。嫌われてはないから。あ、避けられてる。避けられてない、避けられてない。避けられてないですか。避けられるって何。あ、小島来たぞ。もういじめられてんじゃん。そんなのないけど。だからそのほら、小島来たぞ的なのは、その彼の前とかではあるよ。はいはいはい。っていうキャラ、キャラにはなってる。でも、うん、僕らなんかおぎやはぎとかバナナマンさんとかって仕事すると思うんですけど、はいはいはい、もう普通に真顔で楽屋とかで、うん、真顔で、うん、小島ってクソつまんねえなって普通に真顔でみんな言ってますよ。カメラ待ってないと思う。カメラ待ってなくて、うん、普通に、うん、小島は本当つまんねえかなっていう話がよく出ます。それはまずいな、初耳だな、そういうの。あの愛情ある感じじゃなくて真顔です。それまずいよ。違うだろ。いや、小島さんがキャラキャラっておっしゃるから、うん、キャラじゃないぞって言いましたけど。いや、だからキャラでずっとやってきたのが染みついたことだよね。染みついちゃダメでしょ。それは知らなかったな。心配ではありますけどね、小島さんのこと。僕は小島さんのことすごい好きですからね。嘘つけていい。本当です。何が好き。小島さんって本当緊張しないでしょ。やっぱそういう人柄だと僕は思ってます。え、俺が。あの、小島さんってあんまり威圧感がない。ああ、そういうことね。はい、非常に緊張させないってことね。はい、あ、そういう意味では僕は非常にいい先輩だと思ってます。それだから言い方次第でさ、他に舐めてるみたいな。はい、はい、じゃねえんだよ。ちょっとそんなことないやめてくださいよ、怒るの。怒るんだよ、これは。怒ること言ってんだよ。どこ行っても怒ってるでしょ。いや、だってこんな会話流れになったら怒るでしょ、これ。舐めてますって言われてさ。でも、ちょっと一つ考えてほしいのは、うん、これがですよ、うん。そうだな、うん。たけしさん。うん。この番組、たけしさんの番組出すじゃないですか。で、同じ僕が今言ってるような、小島ってつまんねえなって言ったら、うん、そんな怒ってこないでしょ。笑うでしょ、半笑いで。やめてくださいよ。そんな情けない感じじゃないと思うけど、ちょ、何言ってんすかは言うよ、それ。で、怒んないでしょ、今みたいな不適された感じで。いや、だってたけしさんに言われるのと、はい、後輩に言われるのと全然違うからね。違うけど、うん、小島さんより上の人間が言ってるわけじゃないですか。まあ、やかましいな、誰が上なんだもん。上だな。上ですよ、上とか言わすなよ、お前。お前よ、上じゃねえよ。うん、これは言ってくるなんだよ、上です。お前、そういうこと言うの。お前がそうすると、お前が心配だよ。それ、そうしてないです。いや、まあ、お前平気だな、確かに。強いな、お前。お前、怖いもんねえな。いかがですか、あの、結婚生活のは。なんだっけ、あの、セックスレス。うるせえな、セックスレスあるじゃないですか。まあ、あるよ。どうですか、最近。いや、深刻だよ。結構こうね、うん、嫁のこともみんな興味あるみたいで、あ、そうなの、メール来てるんですよ、うん、ラジオネームミミズグチュグチュ。小島さんの嫁はバカリズムにも抱かれたことがあるらしいのですが、バカリズムはベッドでも大喜利をするんでしょうかっていう質問が小島さんに来てる。知らねえよ、まあ、抱かれてねえし。もし抱かれてたとしても答えねえだろ、うん、するらしいよとか言われ。元でもその、うん、女優、今もそうですけど女優さん、あ、今も名前が出てて、もともと女優さんですもんね。女優っていうか、はい、あのエルセールのなんか賞を取って、はい、でそこで賞を取った4人で、グループ組んでアイドルに、アイドル、うん、だからアイドルだから、そういうこともあるでしょ、芸能界の人と関係を持つこともありますよね。その芸能界全般でそういうことがあるのかもしれないけど、うちの夢はないから、うん、確認取りました。いや、取らないでしょ、普通お前あんのかとは。元幸ちゃんとやってないから。中山秀ちゃんにナンパされてないから。全部確認しました。確認はしてないけど、はい、いや、ない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 です、バカリズムないから。そう信じたいってことですね。いや、だからはっきりは言えないでしょ、バカリズムと関係が。バカリズムだって静かって呼びますよ、小島さんの奥さんと。いや、静かって呼ぶ芸人さんいっぱいいるから。あ、そう、仲いいから。みんな静かって呼んでる人はみんなやってんじゃないか。やってねえよ、どういう気持ちだよ。仲いいから静かってなるんだ、これ。そうですよね、水ぐちぐち。おい、小島、嫁1時間いくらだ。2万じゃねえよ、2万くらいから。だから、そういう仕事の女性じゃないから。何でそんな笑ってんの。あんま怒んないよ、みんな。興味が聞いてるだけです。興味がねえだろ、怒るだろ、これ。何しまでの長方形。十数年付き合って結婚された小島さんですが、うん、小島さんみたいなクズ人間と結婚してくれた奥さんに真剣にお礼を言ってください。うるせえ、誰クズ人間。いや、怒んねえから。いや、怒るんだよ、怒るんだよ、若いからね、さっきから。怒んない方がおかしいから。ちょっと、うん、俺言ってください、クズ人間と結婚してくれた。クズ人間じゃねえか、まあまあ、俺みたいな。この男と結婚してくれてありがとう。これからシーンじゃねえよ。シーンはおかしいだろ。おい、そんな、こんな感じで撮ってくるの。もう声荒げるの、二度とやめてください。荒げちゃうから、これ。冷静になってくださいよ。昔の小島さん、そん
か、うん、そうね、小坂大魔王とか、うん、あの辺の人たちにいじられてもそんなに強烈に怒ってなかった、そうもっと優しかったです。もっとね、余裕がありました、小島さんには。そう、まだなんかアンジャッシュというこのコントライブの帝王の余裕がありました、あの頃。あ、そうだったかな。それがもう今やもうガツ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 好きやらばどうなってあれ俺そんなだったっけ。だってしまって、待ってシーンって言われてるんだけど俺そんな余裕あったシーンって言われてる昔は。シーンってなんだよ君みたいなぐらいの余裕がありました。なるほどね。今このシーンってもうちょっとやっぱり余裕持ってやろう、ね、やっぱ東京芸人の代表ですから、やっぱりスタイリッシュな感じありますからね、アンジャッシュさんというのは。今代表ではないけど、まあまあ東京の芸人ですね、はあ、最近ちょっと泥臭すぎて、だからちょっとおぎやはぎとかばかりしてるんだと思います、うん、あ、なるほどね、分かった、ちょっと嫉妬する、嫉妬してください、うん、はい、ちょっと普通にメールに来てるけど、うん、FM 宮崎魂アステーション、うん、小島、うん、ちゃんとスタッフさんたちにお手数かけますって挨拶したか、うせえな、小島さん、いや怒るだろこれは、なんでお手数かけますって、米はかけるの前提じゃないの、しましたかって聞いてるだけです、いや普通に挨拶はするけど、お手数かけますとは言わないの、お手数かけたらお手数かけてすいませんでしたよ、かける前には言わないよ、そう、はい、でちょっとこいつがちょっと幼稚でしたね、うん、はい、ラジオの北京ミニ、今日は最近ノリに乗っているアンジャッシュの小島さんがゲストということでめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとう、僕は何度かアンジャッシュさんのライブに足を運ぶほどのファンなので、有吉さんと小島さんがどんなトークするのかすごく楽しみです、なんてな、そかい、今日がエイプリルフールだバーカ、じゃねえ、おい小島、お前まさかゲスト面で浮かれてんじゃねえだろうな今日はな、お前の公開処刑の日なんだよ、血尿垂れ流すまでボロクソに言われるからな、今のうちに尿漏れシートしっかり貼り付けとけクズ野郎、言い過ぎだこいつ追いついてなんて、こちらありがとうって言ったよ、ライブしてくれて引っかかっちゃった見事に、ふざけんなよ、こんな人ばっかじゃん、そんなわけじゃない、変だよこの番組、ちょっと面白いだけじゃん、MVP ブリードって言った小島さん、サンドリ初登場おめでとうございます、小島さんがサンドリに登場する日は今か今かと待っていました、ゲスナーの方には過激な方もいますが、多いよ、今日は楽しんでください、なんていうのはもちろん嘘だよクソ野郎、よくもまあ3パターンしかツッコミがない無能芸人がよくもまあのこのことこのラジオにやってるこれだな、帰り道気をつけろよ、背後から金槌で後頭部一撃してるからな、ちゃんとしたやついねえのかよまた前半引っかかっちゃったよちょっとネタブレークします。 Stay with me Live on air How much can you do it? Radio Stay with meさあ、有吉さんでないとドリームアンジャッシュの小島さんに来ていただいておりますけれども、はい、どうですか最近、うん、なんかぶん殴ってやりたい先輩なんていますいねえよさらっと聞いてんじゃねえよ小島さん、はい、ちょっと質問に答えてくださいよさっきから何でおかんでも質問がおかしいだろぶん殴りたい先輩いますかそれはねえじゃねえリスナーの質問に答えてくださいいないからそんな人あそうですか、うん、リスナーに今メール読みますとこれは答えてください、うん、ラジオの手軽に、有吉さん人力車のクラミジアこと小島和也の記事の野郎がツイッターでこんなことを言ってました、最近毎晩ももクロを見てる今日は桃色クリスマス2011、うん、気持ち悪うんこみたいな面したほぼクソがももクロ見てしこってんじゃねえよ本当に気持ち悪いなだいたい嫁のこと10年も抱いてねえくせしてNHK の収録終わりにはしっかり風俗行きやがってお前確実に嫁にセックスを拒否られてるだろ人力車に後輩に拒否られ視聴者にも拒否られ嫁にまで拒否られたら誰がお前を受け入れてくれんだよ小島ももクロの DVD 見てギンギンになってる場合じゃねえよ加藤隆の DVD How to Sex 最強モードを見て勉強して嫁だけは満足させようなどうですかどうですかねお前ひでえもんだなこれ言い過ぎだろ質問に答えてくださいよ質問に NHK 終わりに風俗行ってねえよもうそれだけじゃねえよももクロでギンギンなんかなってねえよモモクロでも好きですよね大好きだ好きですねいやハマっちゃったねまあハマってる人いっぱいいるけどまあ今ねハマったねもう10代の頃以来のアイドルにハマったやっぱそっちの系はあるんですか熟女っていうよりかロリコンの系が違うんだよね当たり前に聞いてるけどモモクロに関してはこれモモクロあるあるだけど、はい、そういう女として見てない人はもうかなり多いんですかなり多いですねそう純粋にこのまあだからまあ娘っていうのは変だけど、はい、妹とか、はい、そういう感じで頑張れ純粋に思わせてくれる子たちなのお前が頑張れば、まあ、そこは置いとけよ俺も頑張んなきゃいけないけど今ももクロが好きかどうかの話だから、うん、お好きなんですね毎晩 DVD 見てるわあそんなに奥さんとかもじゃあハマってもともと奥さんがハマってあなるほどなるほどでいつも家でかかっててハマっちゃった俺結構なんかハマると深いですよねワンピースとかも好きですしハマっちゃう、ね、なんかバカっぽいなやっぱりなんかハマっちゃうと面白くなっちゃうでもそうマージャンもプロ資格取るほどまでハマっちゃうしももクロも自分でチケット取って普通に同じ見に行くぐらいももクロは小島さんの存在を認識してるんですかねいやわかんないですあでも今度ね4月にやるあの横浜インでやると、はい、21日か、はい、休みとちょっとそんなそうそれどうするにさせてくれすげえでちょっと、うん、曲小島さんのリクエストで桃色クローバー Z で、うん、この歌東京ハンドの JFM スタジオからお送りしておりますアリシュサンデーナイトドリーマー今夜は春のアンジャッシュ小島祭りということでアンジャッシュ小島さんが来てくださっておりますよろしくお願いしますさあ、ちょっとねいつもはアンジャッシュ小島さんといえば大体人にいじられて、まあ、怒って軽切りしてるだけですからあんまり小島さんの考えとか聞く時間もチャンスもないんでちょっとやっぱりちょっと小島さんの芸人論みたいなのもちょっとお伺いしたいなと思いまして今回ちょっと企画用意しました、はい同年代芸人にダメ出しということで小島さんはやっぱり39もう40ぐらいですから、うんまあ、中堅芸人この辺もみんな結構そこそこ売れてきてるじゃないですか、うん、もうそのなんか売れてるやつらのことどう思ってんのかなというか、
まあ中堅芸人もそこそこ売れてますからダメ出しされることもないんで、小島さんちょっと厳しい意見。ダメ出しって何？例えばそのバナナマンとか、まあ、劇団ひとりなんかそうでね、増田岡田さん、ペナルティとか、まあ、千原ジュニアさんとか、大体まあ同世代ぐらいの芸人たちですけど、その人たち、あんまり注意されたりとか、まあ、普段ね、同世代だからって言っても、あんまり言わないでしょ、お前、下方がいいぞ、こうした方がいいぞなんて。バナナマンの下の幼様に俺、めちゃくちゃ言われてるな。そんな逆に特殊な、ボロカス言われてるけど、特殊な関係ですけど、まあまあ、小島さんが言うことはないじゃないですか。ないない、そんな言わないよ。ちょっとやっぱ芸人小島として、ちょっとその辺の意見聞きたいなと思いますので、くじ引きでやっていただいて、ちゃんとしたダメ出しじゃない、ふざけたダメ出しの場合、罰ゲームでございますので。ちょっと引いてください。さあ、アンジャッシュ小島さんに同世代芸人へのダメ出しでございます。はい、誰でしょうか。ちょっと待って。誰ですか。これ誰でした。読んでください。千原ジュニアさん。あ、ジュニアさん。先輩でありましょう。小島さんからのジュニアさんへのダメ出しで、待って、スタート。いや、ダメ出しなんかない。トーク完璧で、大喜利とかも、はい、だってあんだけすごくて、ダメ出すとこがないよ、俺が。それでも出してあげてください、ジュニアさんのために。ジュニアさんのために、はい、何かあるはずですよ、やっぱり。まあ、強いて言うなら、ちょっと顔が怖い。あの楽屋挨拶的にいつもすげえ殺されんじゃないかなっていう、まあ、あんまり愛想のいい方ではないですからね、確かに優しいんだけどね、本当はね、あの見た目の話でこれ、はい、それだけですか。いや、それぐらいなんか芸事のやっぱりダメ出ししてあげてください。芸事のさ、ジュニアさんに俺がダメ出すのおかしいだろ。いや、ジュニアさん待ってます。待ってね、待ってます。絶対同世代からのアドバイス欲しいはず。ジュニアさんっていうのは、やっぱりちょっとデビューが早かったために、はいはい、同世代なんですけど、先輩扱いされるじゃないですか、はいはいはい、ますますこの、やっぱダメ出してくれる人いないと思うんですよね。小島さんぐらいでしょ、だからできんの。いや、俺できねえけど、お願いします。ちょっとこれな、難しいよ、おい。なんだこの脳がしよう。何の考えのメンバーか。さあ、判定参りましょう。ジョージ。ちなみに、ダメな顔は。Too bad。 あらー、残念。ということで、罰ゲームは男好きのスタッフが小島さんの鼻の下をベロベロと舐めます。なんだよ、それ。うわ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。鼻の下舐められてるじゃん。うわ、気持ち悪い。だよ、これ。大丈夫か、見えねえし。何やってんだよ。ダブルクです。セクよねえよ。さあ、ということで同世代芸人へのダメ出しということで、ちょっとジュニアさんにはうまいようにダメージがなかったみたいな。ないもん。もちもちまだやんの、はい、お願いします。バシッと。誰でしょうか。増田岡田。あ、増田岡田さんへのちょっとじゃあダメ出し。増岡さんにダメ出し。これはあるでしょ。どうぞ。これちょっとアンジャッシュとこう被る部分もちょっとあるんだけど、はいはいはいね、もっとコンビで仕事してほしいなっていう。あ、なるほど、うん、そうですね、ね、もうそれぞれ色はもう出て、はい、それ色出た分それぞれの仕事になっちゃってるから、でちょっとまあ岡田さんには多分言いやすいでしょうから、増田さんのダメ出しちょっと。お前本当に恐ろしい男だな。そこを潰すかまず。唯一そこ行けるとこだったのにさ。そこ封じるなよお前。いや増田さんはだから、あ、だから逆に、うん、あの人ほらネタ、まあ、M1 チャンピオンだし、はい、そのネタ書いてる人だし、はい、でトークも安定してるから、はい、これ逆言うと、はい、隙がないんですよ。ああ、そうですね。そうそう、だから俺ら、まあ、後輩、まあ、同期それぐらいだけど、はい、こうちょっと近寄りがたいというか、はい、こうなんか変に絡んで、はい、見せたらあなんか申し訳ないなと思われちゃうから、もうちょっとこう隙がね、もう隙が欲しい、完璧すぎるっていう。あ、これはいいダメージ。さあ、どうでしょうかね。さあ、判定に参りましょう。判定お願いします。ジャッジ。残念、罰ゲームです。驚きのスタッフが鼻の下をベロベロと舐めます。うわ、気持ち悪い。うわ、何の迷いもねえ。次合わせる。シワリ、何この地味な罰ゲーム。チップとかにしろよ、音も鳴るし。チップで笑うリスネみたいな。でもパチン、いやーとか分かりやすい。舐められてるかどうかも分かんないけど、ほんと舐められてるからね。さあ、じゃあもう続いてどんどん行きましょう。ちょっとダメだし、ビシッとしばない。いや、今俺悪くなかったと思うけど。いや、俺こういう批評やってきましたよ、俺はバンバン。あ、お願いします。ペナルティ。あ、ペナルティさん。これでアンジャッシュとペナルティで言ったらちょうど多分同期。お、いいですね。確かに知ってる。はい。じゃあちょっと、ペナルティさんへのダメ出しお願いいたします。ペナルティやっぱワッキーだよね。ワッキー。あいつはダメだ。はい。あいつはダメですよね。ヒデさんですよね。だから、ヒデさんの どこがダメか。いや、ヒデさんはダメじゃない。ヒデさんのダメなとこ来たら、封じるんじゃねえよ。言いやすいと。封じるってなんだよ。封じるんじゃねえ。言いやすいと、そこ飛んじゃってんだよ。さっきから。すいませんけど、ヒデさんの方でお願いします。ヒデさんはだから、隙がない？隙がないんだよ。完璧なんて見せないから。何にもないですね、本当に。だってヒデさんないじゃん。いや、ヒデさんないですか。いや、僕だって100ぐらいありますけどね。100は、ただ先輩だから言わないですけど、僕は。うわ、同期だったら言えます。俺、劇団ひとりのことだったら2000でも言えます。ビビる大きいだった同期ですから。いや、だからできると思うんですよ。落ち着いちゃってんの、はい。まだ中堅といえど、先輩もいっぱいいるから、はいはいはい、その先輩と絡んだら分かるみたいなもんだよ、もっとこう、わっと弾ける部分があって。うん、やっぱ弾けないから失敗もないっていう言い方もある、はい、あ、なるほど。そうそうそう、減らずに言うな、お前みたいな芸人が。投げなきゃ言わせんだろうがよ。そういう企画だろうが。ジャッジ。トゥーバー。うわ、うわ、気持ち悪い。慣れてきたでしょ。慣れねえよ、こんなもん。気持ち悪いな、もう。一つなんねえよ。メール行こう。